こんにちは皆さん私の声が届いていることを願っています。今日は11枚のタロットカードが示す大きなストーリーをお話しします。これらのカードは私が選んだものではなくスピリットからのビジョンで示されたものです。現在私たちの世界は非常に重要な転機にあります。すべてが大きく変わる時期が来ており私たちが一緒に力を合わせることが重要です。ポジティブな未来を信じ。 光を保つことが求められています2025年に向けて私たちは非常に現実的な変化に直面するでしょう週末の時代にいるのかという疑問がありますがその可能性はあると考えていますネガティブな印象を持たずにこれからの変化についてお話ししますこれは私たちの知っている古い構造の終わりを意味しています金融システム医療システム教育システム司法システムなどが崩壊していくでしょう 多くの不幸な出来事が起こる必要がありそれによって人々が目覚めることが期待されています古いシステムが一つずつ崩れていく様子はドミノ倒しのようになるでしょうライブ配信をするためにメモを取っているとスピリットがタロットカードのビジョンを見せてくれましたこれは私のタロットリーディングではなくスピリットガイドからのメッセージですスピリットが選んだカードについてお話ししますがその前にチャットルームの皆さんに挨拶をしますさあ カードに移りましょう最初のカードは現在の人類の立ち位置を示していますこのカード吊るされた男によれば私たちは実際には立っておらず逆さまにぶら下がっている状態です人類はロープではなく糸のようなものでつながれておりこの糸は非常に弱くなっています現在は大きな転換期であり2025年以降さらに世界がひっくり返るでしょうその糸が切れそうになり 私たちは地面に落ちることになりますが、猫のようにしっかりと着地するでしょう。次のカードは塔で、これは私たちの目の前にあります。この塔は今後数年で火がつき、崩れ落ちる運命にあります。塔は現在のシステムや構造を象徴しており、建物が崩れ、高く燃え上がることを示しています。このカードは2001年のニューヨーク市での出来事に似ている点があり、少し不気味です。 これはスピリットが最初に見せててくれたたカカーードドで、で、現在の私たちのの私ち状況を示しています。次のカードは愚者でスピリットによれば盲目で愚かな道を歩む人々は崖から落ちてしまいますしかし盲目を外して明確に道を見ている人々は新しい素晴らしい旅を始めることができるというメッセージがあります現在世界の中で暗闇と光の間に大きな対立がありこれは非常に重要な問題です こののの対立はメタファーとして核のようなものになもにりつつあります。次のカードは悪魔で私たちが直面するべき課題を象徴しています悪魔のカードでは2人の人間が悪魔に鎖で縛られている様子が描かれており私たちが戦っているのはこの悪魔的な力です人類は長い間束縛されており真の自由がない状態にあることを示していますスピリットは 私たちを束縛してきた暗い力が何世代にもわたって存在していることを示しています。私のビジョンの中で悪魔のカードが逆さまになり神の存在を感じました。神が悪魔を逆さまに持ちカードの隅で炎を灯している様子が見えました。これは悪魔の支配が終わる時が近いことを示しています。スピリットがカードを順番に見せてくれたことは非常に興味深いです。次のカードは死神で。 多くの人がネガティブに捉えることが多いですが、実際にはそうではありません。タロットカードは前後のカードによって意味が変わることがあるため、必ずしも悪い意味だけではないのです。死神のカードは、アポカリプスの白馬が描かれており、これは必ずしも私たちの死を意味するものではありません。終末の時代は人類の終わりではなく、現在の抑圧的な構造の終わりを意味しています。これは金融シシスステテム、ム教育システム 司法システムなど様々など構造の死を示唆しています死神のカードはこれらの古い構造が変革されることを象徴しており古いものを清めることを示していますしかしスピリットは多くの人々が短期間でこの世を去ることがあると予言しています新しい地球に参加しない選択をする人々もいますがそれは新しい道が困難であるためです死には再生や復活が伴い 私たたちは何度も生ままれ変わってきました死神のカードは現在の構造の終焉と変革を示し挑戦的な時期が来ることを意味しています次のカードは太陽で明るく輝くカードです今日は日曜日でちょっと興味深いですね古代エジプトでは太陽と太陽神ホルスラーが崇拝されていましたホルスは当時の12月21日に生まれたとされ現在のキリスト教ではイエス キリストの誕生日としてて祝われています。タロットカードの「太陽は」は人々の目覚めと可能性の解放を象徴しています太陽フレアとアセンションコードが地球に影響を与え2025年には新たな光で人々を目覚めさせるでしょう太陽は私たちの内なる光を輝かせる時であり多くの人々の魂が再び目覚める瞬間を示しています明るい未来が待っている一方で極端な熱も増してくることを警告しています スピリットは私たちが内なる強さを発揮する時であると伝えています次のカード力は私たちが自分以上の強さを持っていることを示していますスピリットは私たちの強さと弱さが今後数年間で試されることを示していますこれらの挑戦に直面することで私たちはさらに強くなりますいつでも自分の内なるライオンの力にアクセスすることが大切です力のカードにはライオンのシンボルが描かれており 私たちにはそれぞれ内なる強さがあります困難な時期も通り過ぎることを忘れず強さを持ち続けることが重要です次のカードは正義で特に2025年に重要な意味を持つとスピリットは伝えていますスピリットは正義のカードが逆さまになっている様子を見せてくれましたこれは正義システムが長い間根本的に間違っていたことを示しています正義のカードは揺れ動き 正義システムに大きな変化が訪れることを示唆していますこの変化はアメリカだけでなく世界中の正義システムにも影響を与えるでしょう腐敗が取り除かれ多くの裁判官が辞任する様子が見られるでしょうスピリットは今後数年で多くの裁判官や警察のトップが辞任することを予見しています正義のカードは腐敗を揺り動かし最終的に正義がバランスを取り戻すことを示しています 正義がついに実現し始めると感じていますしかし私たちは非常に不穏な情報が流出するのを目撃することになるでしょうこれには地下での救助活動やトラフィックに巻き込まれた人々の救助が含まれます暗いカルトの真実が明らかになりカルト虐待についての認識が高まるでしょう私の友人外うにはビーチにいる人々の中にカルト虐待の被害者が多いとされ 約人人に1人が被害者ででああるる可能性ととのことです友人の話によれば、カルト虐待の被害者は約5人に1人という衝撃的な数字かもしれません。スピリットによれば、私たちは巻き込まれた子どもたちの救助活動を目撃することになるでしょう。暗いカルトの真実が明らかになり、これらの問題が一気に噴出する様子は、まるで破裂した下水管のようです。有名人のスキャンダルが次々と明るみに出ており、 特に悪いいい事態が待っててるとスピリットは伝えています。次に女教皇のカードが登場します彼女は教育や魔法の正しい道を教えてくれる存在です私たちがプログラムされてきた方法とは異なる正しい方法を学ぶことが重要です女教皇のカードは私たちが長い間欺あざむかれてきたことを示しています私たちの恐れやエゴが道を支配していたがこれからはそれが変わるとスピリットは伝えています女教皇は 真実や人生を変える情報を持ってきて、私たちを再教育する存在です。彼女は、グローバルエリートや暗い力が隠してきた自由エネルギーなどの情報を明らかにします。これまで抑圧されてきた特許などが徐々に明るみに出てきており、これからもっと興奮する展開が待っています。女教皇は、私たちの銀河の兄弟姉妹ともつながっており、彼らも未来に現れるでしょう。スピリットによれば、 12月には多くの UFO 活動が期待されるとのことです。特に12月21日から27日の間に、銀河の存在が再教育を行い、私たちの本当の歴史について教えてくれます。これらの出来事はすぐには起こらないかもしれませんが、女教皇の影響で、2か月後の1月には新たな学びがあるでしょう。女教皇は、新たな始まりや創造の年である2025年を示しています。年には サイクルの終わりりを迎えることになります女教皇は次の2年間の重要性を示しています。正義のカードは番号11で次の11ヶ月間に正義の変化が見られるでしょう。現在は11月でありこの月にも変化が訪れることが期待されています。スピリットは審判のカードを見せてくれました。これは他人を裁くことに関するメッセージです。他人を裁くくのではなく 自分自身を見つめ直すことが重要だとスピリットは伝えています。審判の日が近づいているとも言われています。審判の日は、他人を裁くことに人生を費やした人々に関係しています。未来の地球では、すべてが一体となり、もはや裁きは響かなくなるでしょう。スピリットからのメッセージは非常に興味深いものでした。次に、私は11番目のカード世界を引きました。このカードは、私たちの世界が変わり、 新たな世界に踏み込むことを示していますスピリットは今後10年以内に新しい世界が訪れると教えてくれました自分が望む世界に焦点を当て不安や恐れを手放すことが重要です変化を望むなら自分自身がその変化になれという言葉を思い出します11番目のカード世界は新しい世界の到来を象徴しています最後にカードを再度引いたときにランダムに2枚のカードを追加しました 追加で引いたカードの1枚目はカップの5で、過剰摂取や自己治療に注意するようにというメッセージです。特に困難な時期には、食べ物やアルコールなどで自分をごまかさないようにし、エネルギーを整えることが大切です。楽しいイベントやプロジェクトに計画を立て、悲しみや抑うつ感が来てもそれが過ぎ去ることを忘れないでください。2枚目のカードはワンドの2で、私は世界を手にしているというメッセージを持っています。このカードは、 私たちのの個人的な世界をを含む全体体集合体に影響を与えることを教えていますポジティブな思考や言葉が全体のエネルギーに影響を与えるため注意深く行動する必要があります。ワンドノには安定性や二元性ポジティブとネガティブのバランスを示し水のそばにいることが描かれています重要な決断をする際や不安を感じているときは他から離れて72時間以上の時間をとり特に水辺で過ごすことをお勧めします。 ヘミングウェイは水辺で書くことで最高の情報を得ると言っていました水はブロックをクリアにする効果があります不安や大きな決断に直面した際は他から離れて自分を大切にする時間を持つことが重要ですそうすることで戻った時には不安が解消され良い決断ができるようになります未来や世界は自分の手の中にあり何を想像したいのかを考えるべきです現在は終わりの時代と言われることがありますが それは人類の終わりではなく現在の構造の崩壊を意味しています。最近の新月やハロウィンの影響で、重いエネルギーを感じているかもしれません。過去の出来事や思考にとらわれやすくなっているため、執着を手放すように伝えています。これらのエネルギーはさらに強くなるでしょうが、悲しみや不安を起こりや憎しみに変える人も多くなると警告しています。特にアメリカでは 選挙結果に関連する感情が高まると予想しています。多くの人々が選挙結果にショックを受けると感じています。結果を否定する人々が出てくるだろうと予想しています。どちらの側が勝っても、反発が起こる可能性があります。特にハリスが勝った場合、トランプ支持者が暴動を起こすことは少ないと考えています。逆に、トランプが勝った場合、怒った抗議者が即座に街に出るだろうと思います。過去のの抗議者の中には 報報酬を受け取ってて参加しいいいた人々もいるという情報があります選挙の結果にかかわらず国は混乱の時代に突入すると感じています。先星術や数字もその混乱を示唆しています。深い目覚めの時期が訪れ真実がより明確になっていくと感じています。多くの人々が盲目から目覚める様子が見られるでしょう。特に思いもよらない人々が目を開く瞬間が訪れます。彼らは 長い間、盲目であった後に突然目が開くことで、世界の変化にショックを受けるでしょう。スピリットは、ホワイトハウスに誰が入るかは重要だと言っていますが、同時にそれほど重要ではないとも言います。政治家はエリートによって資金提供されており、彼らの意向に沿った結果を得るために動いています。現在、暗い力は混乱や破壊を望んでおり、特にアメリカではその計画を進めていますが。 今のところ彼らは敗北を続けています最終的には光が勝つと信じています。スピリットはホワイトハウスのオーバルオフィスに明るい光が降り注ぐビジョンを見せてくれました。この光は全てを明らかにします。また、ワシントン DC の国立モニュメントのオベリスクが崩れ落ちるビジョンも見ました。これは、ワシントン DC で大きな変化が迫っている象徴として受け止めています。オベリスクはオシリスを象徴し、 キャピトルビルはメガミーシスを表しています。大統領の就任式はこの2つの間で行われ、古代エジプトの神々がファラオに宿る儀式と関連しています。2025年には旧の普遍的な年に入り、サイクルの終わりを象徴しています。どちらが勝っても、既存のシステムは崩壊し、新しいシステムが必要とされるでしょう。新しいシステムは全人類のために良いものである必要があり、これからの人道的な取り組みが重要です。 今年の初めに予測したように、アメリカ西海岸や日本で人道的な活動が行われることが期待されています。2025年の旧の震動は、より大きな出来事を示していると感じています。特に来年の10月には、過去のハリケーンのように壊滅的な事態が予想されます。ハリケーンや台風が多発し、冬の大雪も影響を及ぼすでしょう。旧の震動は人道的な取り組みとも関連しており、 過去のハリケーンに見られたような活動が再度見られるかもしれません。トランプの西洋占星術には人道的な努力に関するアライメントがあるとのことです。これは彼が多くの慈善団体のために資金を集めていたことに関連しています。トランプが人道的な活動に関心を持っていることを示す占星術の要素は興味深いと思います。来る旧の振動の年に彼の人道的な努力がどのように影響するかを見守りたいと思います。 今年は権力の大きな変化があるとスピリットが伝えており、アフリカのボツワナでもその兆しが見られました。ボツワナでは、1966年以来の与党が選挙で敗れ、50年以上の政権が終わりました。これは、今後のアメリカの選挙にとって良い兆しかもしれません。ボツワナでは民主的変革の傘のもとに新しい政権が誕生しました。今後、火山が噴火するような大きな変化が起こる可能性があり、 ホワイトハウスでも大きな揺れが予想されています。2024年は大きな出来事が待っているので、準備を整えましょう。アメリカの皆さん、投票に行くことを忘れずに、郵送投票ではなく、直接投票することをお勧めします。投票に行くことが重要で、迷わずに選択してください。スピリットによると、多くの人々がまだ選択に迷っており、投票の瞬間に神の導きが働くと言われています。投票する際、 多くの人が突然何を選ぶべきかが明確になる瞬間が訪れるでしょう。スピリットはどちらが勝つかは問題ではなく依然として分断が続くと伝えています。一方が進める政策に対しても一方が抵抗するため何も実現しない状態が続いていると感じています。これからの4年間もこの分断は続くでしょうが新しい地球に近づくにつれて新しい政党統一党が出現することが予見されています。 これは分断をなくし、みんなを一つにするためのものです。異なる意見を持ちながらも、ポジティブに協力し合うことが重要です。